被害者 JA 沖縄読谷支店一般社団法人読谷村観光協会読谷村商工会ミセスリビング大光五円オーシャンズピザ株式会社紅葉電子スーツアートワークス読谷祭り実行委員会他各社の提供でお送りします。はい、というわけで、サンティインパルス今日スタジオを飛び出して、はい、読谷祭り会場より生中継です。本日担当のてっぺいとアメテクとリョウムですとハッチです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけでヨムちゃんのいるから、ね、今回はいつもと違って日程が前倒しになった読谷祭りということで、はい、ね、はい、天気もよく本当快晴ですね。今のところね、ただ暑い、暑い、ね、ちょっとでも空の方を見るとちょっとね怪しい雲がだんだんと会場に近づいてきてますが、そうですね、もうこれもね村民の思いで多分、ね、多分降らないんじゃないかな。読みたいが大雨だし。マジで。というわけで、ね、まあ、雨が降る前に我々のラジオも始まったということで、まあ、いい感じで読みたい祭り会場から、我々商工会青年部 の、 部員も多数出店してますので、そのお店も紹介しながらプラス同時開催で本日沖縄産業祭りパリンクニチもやってまして、そこの方にも読谷からも出店してます。で、我々青年部からも出店してますので、そちらの方も紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで、ですね、今回の読谷祭り、我々青年部は普段ね、いろいろ資金造成を兼ねて出店してるんですけど、今回は出店してなくて何してるんでしたっけ。読谷村の特産である塩を売ったり、紅芋タルト売ったり、ピーマン売ってもらうんですよね、いろいろ売ったり、紹介ですね、販売というよりも紹介を紹介を目的でやってますので、そうですね、読谷村の特産品コーナーを、はい、テント一つでちょっと出してまして、あと商工会女性部の方が何でしたっけ、ソベポーボーです。ソベポーポーを実践配分販売してます。販売、販売ということで、今回はなんか40周年記念特別価格で100円、おワンコイン、ワンコイン、しかも出来たて美味しい。そうだね、食べてないでしょ。食べました、食べました。ちゃんと食べましたよ。暑かったね、結構暑かった。まあ美味しいですよね。普段はねこの価格で出せない、ソベポーポーなんですけど、より皆さんに知ってほしいということで、はい、特別価格を設定しているということでやってます。はい、皆さん食べましたでしょうか。商工会のブースの方はですね、舞台からもうまっすぐ突き進んで正面奥っていうんですかね、反対側ですね、反対側ですね、舞台の真反対、真反対の方に出店してますので、ぜひそちらの方でソベポーポー100円お買い求めになって、その隣では読谷村の特産品も紹介してますので、ぜひ遊びに来て、見に来て、はい、食べてもらって、はい、試食も置いてますんでね、試食もあります。はい、試食ばっかりが結構減ってるっていう。そうですね。試食も美味しいんですけど、ね、美味しい、そうですね。というわけでやってますので、ぜひ商工会のブースの方にも足を運んでください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで、ですね、今日はサンディインパルス中継なんですけど、我々普段はですね、商工会青年部ということで各事業所仕事をしている中で、まあ、ボランティア活動で商工会青年部として動いています。はい、まあ、いろいろな活動をしているんですけど、普段は本当に仕事しているということで、ね、はい、ガス屋さんだったり自動車整備だったり、いろいろやってますが、まあ、この機会なんでね、その電波を使っていろいろアピールもしていきたいなと思ってますんで、このついでにちょっとこの青年部の紹介もしていきたいと思います。それはじゃあお楽しみはとっといて、それでは読谷祭りということで、中継もあります。はい、すごい、ついさっき試合を終えてきたというですね、中継いるじゃん。はい、すいません、改めていきたいと思います。
さあ、リポーターの前川あやみでございます。ただいま中継車の前から、皆さんにリポートをお届けしてまいります。ここでですね、つい先ほど試合を終えてきたという読谷高校のサッカー部の皆さん、ゲストというか、お話聞いていきたいと思います。ではまずお名前皆さん教えてください。はい、マネージャーの白桃井です。こんにちは。サッカー部サイドバックの中曽根誠です。サッカー部の山下優です。サッカー部中盤の津波貴人です。はい、ということなんですけれども、つい先ほど試合を終えてきて、しかもすごい成績を収めてきたということで、まずはどういった、大会だったんでしょうか。大会の名称を教えてください。全国高等学校サッカー選手権大会沖縄県予選です。ということでね、ちなみに成績はどうだったんでしょうか。今日ちょっと宜野湾高校に勝ってベスト4に進出したので。なんとベスト4でございます。ついさっき試合を終えてきたんですか。はい、そうです。試合どうでしたか。厳しい試合だったけど、一点一点しっかり決めていったので悔いはないです。次も頑張ります。さあ、気になる次の試合、対戦相手なんですけれども、どこになるんでしょうか。次は前原です。前原高校、はい、どんなですか、前原高校との今までの成績は。インターハイ沖縄県で優勝してます、はい、これは前原高校が、じゃあ強豪なんだ。そうですね。じゃあどういう試合展開にしていきたいか、ちょっと目標を聞いてみたいと思います。次の試合ではしっかり1点を大事に守って勝利して決勝に行きたいと思います。まだあまり勝ったことがないので、今回こそは勝ってしっかり決勝に進んでいきたいと思います。インターハイでは前原高校に負けているので、リベンジを果たして一生懸命頑張って勝ちたいと思います。はい、みんなを支えて頑張ります。ということでね、はい、読谷高校のサッカー部の皆さんでございました。ぜひ皆さんで応援していきましょう。次の試合頑張ってくださいね。はい、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます、はい、以上です。お返しいたします。はい、バイバイ。バイバイ。ありがとうございます。読谷高校サッカー部の皆さんからの、レポートでした。すごいですね、前原に勝ったってね。そうですね。あ、前原、次は前原か。宜野湾に勝ったんだ。多分前原が去年なんか優勝からして、ね、ですね。でもね、頑張ってますね。やっぱり皆さん、いろんなスポーツも熱く頑張っています。はい、ということで、読谷高校サッカー部からのレポートでした。続きまして、的な。新里ひなです。今日は素敵なお召し物を着たお方がいたので、早速声をかけてみました。お名前とお願いします。はい、名前は小蛇重則です。小蛇さんは定茶コーナーというところでお茶を立てていました。無料体験だったんですけど、誰でも楽しんでいけますか。はい、今日はですね、無料でどんどんですねお茶が飲めますので、これからもどんどん来てください。はい、小蛇さんは警察官で、お茶となかなか出会う機会はなかったと思うんですけど、どのようなきっかけで出会ったんですか。はい、実はですね、お茶との出会いはちょうど1年前です。この読谷祭りがきっかけです。読谷祭りで今のお茶の先生泉川先生とたまたま定茶コーナーに私も行きまして、お茶を飲んで美味しいなということで先生とお話をして、じゃあ先生のところにお茶飲みに行きますよなんて冗談半分で言ったんですよ。そして行って、そこで結構感動を覚えまして、お茶を始めてそれから1年後です。実際私たちも体験してみたんですけど、テレビとかのイメージと違ってあんまり苦くもなくて、お菓子も甘さ控えめで美味しかったんですけど、実際どう感じましたか。はい、私もですね、お茶はね、普通のお茶をイメージしてたんですけど全然違いますね。本当に心を込めてして、お湯の温度ね、かき回し方とかね、いろんなものを
それでもってお茶の味が全然違ってきますのでね、本当にあの上手な人が入れたお茶っていうのは本当に美味しいですね。ぜひ皆様もお飲みになりに来てください、はい、私もとっても美味しかったと思うのでぜひおすすめしたいです。最後にラジオとインターネットで聞いている皆さんに一言メッセージをお願いします。はい、お茶はですね、私もあの女性がやるものというイメージで持ってましたけども全然違いましたね。男性女性関係なく、そしてお茶というのは礼儀作法、それも一つ一つの動作、礼の仕方、座り方、そういう日本の文化をですね一つ一つ再認識できますので、ぜひ皆さんもですね、私通ってますのは大湾にある小泉庵というところですので、ぜひ皆さんもですねお茶の方ぜひたしなんでみてください。はい、ありがとうございました。以上、現場から中西中学校新里ひながお届けしました。お返しします。はい、ありがとうございます。中西中学校の皆さん、どうもありがとうございます。お茶ですねということで、あの読谷祭り会場いろいろ出展もして舞台もやっていますが、お茶のコーナーもあるということで、はい、その紹介をしていただきました。そう、なかなか気づかなかったですね。そうですね、舞台の真後ろにある体育館の方でやってるみたいですので、はい、男女問わず来てもらえたら、うん、そうですね、そういうところもありますので、ぜひ隅々まで回って、読谷祭り楽しんでいただきたいと思います。ピンコン、ピンコン、ニュースです、ニュースです緊急ニュース来ました、緊急ニュース来ました緊急ニュース来ました、どうぞどうぞ。某気象台から、某気象台緊急法令で、はい、緊急警報で、はい、午後2時半頃にですね、読谷村に100ミリを超える大雨が降るという、予報が出てますね。あと10分ぐらいじゃないですか。あと10分ぐらいで、あと10分15分では、あのこの集中豪雨、集中豪雨がですか。今舞台の上では、ちびっ子たちが、演舞をしておりでですね、その前にはもう200名ぐらいですかね皆さん胸ますね、皆さん聞こえますかあと10分500ミリの雨です。あの7月みたいにこう読谷孤島化するんじゃないかなといやでも本当にちょっとまずいんじゃないですかね。危ないですね。みるみる本当に真っ暗で、あ、もうあっちらへん降ってますね。降ってますね。 あっちらへんってもラジオですからね、これ。あ、そうですね、向かって右側もおそらく降ってますね。木ならへんですかね。木ならへん降ってますね。もう来ます、残り10分後ではプレッシャーですね。僕らはまあバスの中にいますので、ね、乗れることはないので、はい、ほんと。というわけで、それでは CM まであと50秒ありますね。ということですね、はい、じゃあ集中豪雨に向けて避難してもらいたいんですけれども、ね、ああ、なんか手振ってますね。ありがとうございます。ありがとうございます。ますインターネットで流れてますんで、これ外から見れるんじゃない？いやいやいや。ということで。はい、本当に大丈夫ですかね。全然やっぱ皆さん雨のことはね、まずラジオ聞こえてないですから ね、 そうですね、傘持ってる人なんてめったにいないですもん ね、 ね、あれは日傘ですね。日傘ですねいや本当にどうなるんでしょうかね、はい、この状況残り楽しみですねあと10分後が楽しみです。本当今日進行線走るのかってことですね、本当にね、心配ですよ ね、 ですね、本当に心配ですね。というわけで CM です。
はい、じゃあ読田祭子お送りしてます。はい、商工会青年部サンデーインパルス、サンデーインパルス、毎週日曜日 FM 読田から中継し、生中継しておりますが、本日は読田祭り会場より特別中継ということで、移動車の中から、雨が降っても大丈夫な感じで中から放送しております。先ほど緊急速報もありましたが、100ミリの雨が降るということで、本当に皆さん心配なんですけど、どん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 人が集まってきてますね。そうですね、これからでしょうね。濡れに来てもはないと思いますけど、はい、ということでですね、読田祭り、はい、いろいろな出展も出ておりますが、我々商工会青年部の方も出てるということで、はい、ちょっといろいろ中継がつながればと思いまして、もし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 、はい、まだつながってませんね。もしもし、あ、もしもし、はい、もしもし、聞こえますか。聞こえますよ。ちょっと声が遠いですね。もしもし、ハッチちょっと大きめでお願いします。もしもし、はいはい、スピーカー、スピーカー、もしもし、もしもし、はいはい、聞こえます。ですね、聞こえますか。はいはい、聞こえます。レポーターの横峰さん、もしもし、横峰さん、ちょっとボケには対応できないということで、もしもし、はいはい、聞こえますよ。なんかちょっと遠いですね。あ、そうですか、そうですか。これ今生放送、生放送も入ってますよ、はいはい、今始まるぞ。はち、皆さん今どこですか。始まってる、始まってますよ、始まってるよ。え、嘘、あ、はい、はいはい、です。どちらですか。今からスタートね、はちです。はいはい、どうも、はい、どうも、毎度毎度。聞こえますか。聞こえてますよ。はい、よ、はい、私今読田さん商工会抽選会場にいます。はい、はいはい、お、抽選会場、抽選会場にいたらですね、はい、たまたま、はい、ウルマの青年部と出くわしてきます。おーおー、あ、誰ですか、誰来てます。じゃあ変わりましょうね。はいはい、はい、もしもーし、もしもーし、どちらさんですか。はい、ウルマ商工会青年部のタマです。あー、タマちゃん、どうも、お久しぶりですね。お久しぶりです。お疲れ様です。何してんの。抽選してるんでしょ。あ、抽選ですか。ちょっと聞こえづらいです。あ、聞こえづらい、聞こえづらいですか。読田祭り楽しんでますか。慣れた、あ、今テキーラ飲んでます。じゃあ楽しんでますね。楽しんでますね。テキーラ飲んでますよ。楽しんでますね。抽選はしました。え、抽選あと、一枚券が足りないので、まだまだ今から食べ歩きします。そうですね、美味しいとこたくさんあるんで、はい、たくさん買って、はい、たくさん券ゲットして、はい、抽選、自転車持って行ってくださいね。はい、抽選をしてきます。はい、ありがとうございます。はい、広島焼きの方にいるんですよ。あ、なるほど。誰かいます。もしもし、もしもし、そこで楽しまないでください。はい、中継ですよ。広島焼きって何屋さんですか。広島焼きです、今いるところ。何屋さんですかね、それは。広島焼きです。ああ、なるほど。正解。はい、正解。何を作ってます？広島焼きです。ああ、ですよね。まんまじゃないですか。どういったものですかね、広島焼き。もうなんかね、って感じで。うん、他に何かありますか、広島焼き以外に。広島焼き以外にポテトフライと唐揚げもあります。おお、食べたいですね。美味しそうですね。めっちゃ美味しいです。サクサクで。サクサクで。そうですか。そちらに枝さんって方います？枝さんいます。あ、いますよ、変わりますね。はい、お願いします。はい、読田総商工会青年部枝です。あ、枝さん、どうもどうも。じゃあタマちゃんに代わってもらえますか。あ、もしもし、お疲れです。枝さん、どうも、はいはい、どんなですか、売れ行きの方は。あ、もうおかげさまで、はい、いいですか。先ほどお客様に、はい、購入していただいてます。予報ではあと5分ほどでスコールが来るんですけれども、江田さんのところ大丈夫ですか。対策されてますか。
あ、それもはい、段取り済みです。あ、段取り済み。お、さすがですね。もう今のうちにバンバン打っちゃってください。はい。今日はメインは何を売ってます？今日は焼きそば入りのお好み焼きっていう、また広島焼きっていう説明があればですね、はい、ものを売ってます。はい、美味しそうですね。なんかたくさん行列もね、並んでましたよね。並んでましたよね。はい。他に何かポテトとか。他に、はい。他にはですね、まあ、唐揚げポテトセットと、あと、今日一番冷えてる生ビールも用意してます。あ、そうですか。ちなみに、広島焼きはいくらぐらいですか？広島焼きは1個500円です、ね。500円で。おー、ビールとセットで1000円ですか？はい。はい。はい。なんか聞こえてない。なんか聞こえてないみたいですね。はい。あ、はい、唐揚げもビールも全部500円です。全部500円。いいですね、じゃあ、オールワンコインですね。ワンコインで、はい、はい。そうですね。そう、広島焼き絶賛発売中ということで、今からまた食事される方は、ぜひ、広島焼きの大きい看板目指して、はい、行っていただきたいと思いますので、これからまた頑張ってください。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。というわけで、我々商工会青年部のメンバーの一人である江田君のとこの広島焼き、はい、はい、そうですね、ということで、お祭りでは広島焼きをやってるんですけれども、はい、普段はマックスバリューの向かいにジャンっていうラーメン屋もやってるんですよ。そうですね、マックスバリューの向かいにね、ジャンっていうラーメン屋ですね。そのジャンっていうラーメン屋も美味しいですので、自分はもう毎週ではないんですけど、2週間に1回ぐらいは遊びに行ってますね。そうそう、ラーメン以外にも定食も様々いっぱいあるので。そうですよね。でボリューム満点で、満点、僕でもなんかいっぱいです、はい、何も食べなくても漫画もたくさんありますので水も飲み放題、水も飲み放題です水も、はい、というわけで、何やらまたもう一件中継レポートがあるということで、はい、繋いでみたいと思います。大丈夫ですか？はい、はい、私毎週土曜日11時から毎日がキネシオロジーの番組を放送しております、武田美希です。今日はですね、広島焼きのお店を見つけましたのでレポートしていきたいと思います。こんなにお客さんが並んでいて、ちょうどねお昼時も少し過ぎましたけれども、また小腹が空いてもう一度、食べるにはちょうどいい軽食なんじゃないかと思います。ちょっとね、どんな様子か見ていきますね。ものすごくたくさんのこの広島焼きが焼かれていますけれども、お忙しいところすいません。今日は何枚も売れましたか？何枚売れてます？50枚ぐらいですね、はい。50枚ぐらい焼かれてて、今からもどん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 この行列のようにね、皆さん買いお買い求めになっていますので、お兄様お姉様汗だくで、一生懸命お仕事されています。ありがとうございます。でお値段が広島焼き1人前500円で、特製甘辛ソース無料キャンペーン中ということで、今もね、ソースやマヨネーズがかかっていますが、とても美味しそうな広島風お好み焼きです。あとポテカラットとかですね、生ビールなんかも売っていて、さっきもねお客さんが、これを片手に広島焼きを買うね、まずはポテト食べながら広島焼きを買う行列並んでいらっしゃる方がいらっしゃいました。引き続きですね、多分行列が途切れることがないと思いますが、ぜひ皆さんこの江田フードサービスの広島焼きにお越しください。ありがとうございました。はい、皆さんこんにちは、毎週日曜日夜8時から放送しているポジティブプロダクションのアシスタント、ツアコユイトとアッキーです。よろしくお願いします。今日は読谷祭りで出展されているザンパゴルフクラブさんの屋台へ来ました。早速どんな商品があるのか見てみましょう。はい、こちらではポテト、チキンの唐揚げ、トウモロコシ、イカゲソなどさまざまなものがありますが、私気になったのですが、パターという料理があります。こちらどういう意味があるのでしょうか、お聞きしたいのですが、よろしいですか。パターという料理ってどういう意味があるんですか。パターとは豚足の唐揚げで、豚足の唐揚げを醤油ベースのタレでかけて、食べるものなんですけど、ザンパゴルフ場ではこれが大人気で、こちらで800円で販売しておりまして、
昨日一昨日と全部完売となっておりますので、買いたい人は急いでお願いします。はい、ということで最終日なのでもうすぐで売り切れるかもしれませんね。皆様お急ぎください。はい、それでは今回のインタビューはポジティブプロダクションよりアシスタントのアッキーと沢子ゆいとがお届けしました。こちらは今日のインタビューはザンパゴルフクラブでした。バイバイ。はい、どうもありがとうございます。読谷祭り会場内ザンパゴルフさんの前から中継いただきました。パターということで、はい、食べたことありますよ、ね、美味しいですよね。美味しいんですよ、まあ、そんな感じで、先ほど、緊急速報が流れてきましたが、また第2弾が流れてきたということで、新たにですね、はい、スコールスコール来てる時間なんですけど来ないので調べてみますと、はい、雲がゆっくりになりまして、はい、あと1時間後に変わりました。あ、よかったですね。1時間後、今のうちに食べるものを食べた方がいいですね。そうですね、あと1時間後に集中豪雨ということです。集中豪雨ですね、まあ、予報ですので、はい、あくまでも予報ですので、はい、日傘潰れちゃわないようにですね、まあ、舞台の方もねちょっと進められるということで、はい、舞台の方ではザキミ棒ですかね、あれどこ、ハンジャ棒ですか、あれはどっかのどっかの棒ですね、棒がですね、どっかの棒ですね、どっかの棒がニョイッと、ね、うん、踊れば分かるんですけどまだ構えなので、はい、どちらかはちょっと分からないです ね、 そうですね、まあそんな感じで、はい、舞台の方も滞りなく進んでいますが、皆さんちょっと雨の方もね気をつけながら楽しんでいただきたいと思います。はい、はい、先ほどね中継で枝フードさんの方から2回もね、はい、中継させてもらったんですけど、はい、枝フードは普段はラーメン屋ジャンということで、富山のねマックスバリューの前の方で営業してます、はい、でラーメン以外にも美味しい定食がたくさんあるということで、そうですね、はい、青年部一押しの一押しです、唐揚げ定食、僕一押しです。おー、来ました、唐揚げ定食に半味噌が一番いいんです。唐揚げ半味噌入りましたということで、もしかして昨日も食べた、昨日はまだ食べたということで、ぜひおすすめの店なんで行っていただきたいと思います。まあね、そういう感じで青年部いろんなお店もたくさん出してますので、また CM 明けにね、そのお店もいろいろ紹介していきたいと思いますし、また一押しのねお店も今からちょっと紹介したいと思いますので、今度はどこかな、楽しみですね。楽しみですね。楽しみですね。始発の心は母心っていう、親心やCM です三田インパルス、読谷祭特設会場より生中継です。はい、はい、ということで、舞台の方ではハンジャボーです、これはハンジャボーですね、ですね、
ちびっ子たちが元気よくやってますね、はい、演舞しておりますね。どんどん人増えています。本当ね、増えてますね。あと1時間ではスコール、はい、始まるっていう。あの車椅子の方々も結構いてあるのでそうですよね。まあ1時間後にはもう終わってますのでハンドボー自体は大丈夫だとは思うんですけれども、そうですね、もうそろそろ結構酔っ払ってる方も増えてきてるんじゃないかなと思うんですが、うん、大丈夫かな。おっとラジオなのに声が、もしもし。それではちょっと中継の方もね試してみたいと思います。もしもし、八峰さん。もしもし、はいはい、八峰です。はい、どうも。今度は聞こえますか。はい、聞こえますよ。今度はどちらの方に、はい、今ですか。はい、今スナックに来てます。え、もう取り行ったの。スナックに来てます。もう取り行った。どこですか。もしもし。もしもし、はい、読谷祭り会場じゃないの。いえ、スナックに来てます。え、一人で。あ、間違えました、ブルーパールでした。ブルーパール、あ、ブルーパールどこでした。すいません、会場、はい、会場内にあるブルーパールですね。ブルーパール、すごいセクシーな女性、ね、はい、ブルーパールにですね、はい、大輝と一緒にビール飲んでました。お、いいですね。はい、あ、このブルーパールは何屋さんですか。もしもし。もしもし、はい、はい、今ちょっとブルーパールにいるんですけども、はい、はい、ブルーパールにいたとこ、大輝が、大輝がすれ違って、大輝とすれ違って、はいはいはい、で、今呼び止めてるんで、大輝に変わりますんで、はいはい、はいはい、もしもし、大輝さん。もしもし。もしもし。あ、もしもし、はい、あ、どうも、大輝さん。大輝の声ですね。もしもし。大輝の声ってこんな声だったんですか、はい、もしもし。はい、今日は残波岬から遊びに来たということで。そうです。僕の国から生系ティチャービタン。メンソーラ。5時半から出番ですので、船が帰ってきますので。あ、はいはいはい。楽しみにしてます。よろしくお願いします。はい、応援よろしくお願いします。はいはい。ありがとうございます。はい、楽しみにします。たくさん骨に乗せて帰ってきますので。はい、わ、はい、かりました。パールに美味しい酒置いてますんで、はい、たくさん飲んでいってくださいね。オッケーオッケー、わかりました。もう酔っ払ってますね。酔っ払ってますね。もう酔っ払ってますね。昨日のが残ってるので、昨日お腹の中に。はい、やっぱり中国から帰ってきたからストリービルで大歓迎を受けました。そうですか。やっぱり大輝さん飲む泡盛はやっぱり、はい、ザンパ、最高です。ザンパですか。ザンパ最高です。あ、ですよね。読みたんですからね。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。はい、八峰さん。八峰は今のブルーパールのお姉さんと話してます。お姉さんと変われますか。まあ、ビール飲んでるよこれ。本当に飲んでるね。パールの紹介をお願いします。あ、はい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 、どうも、八です。あ、八、パールは今日何売ってんの。パールですね。はい、じゃあパールの子に変わりますんで。はい、よろしくお願いします。もしもし。もしもし。もしもし。はい。チェンジ。変わりますんで。はいはい。お願いします。はい。可愛い子に変わりますね。うん。顔見えないですけど。もしもし。もしもし。はい。ブルーパールでーす。はい。どうもー。このお世話になってます。はい、この声は。由美子さんだね。全然聞こえない。すいません。ちょっと聞こえづらくて。聞こえづらいね。今日は何を販売してるんですか。販売してるものですか。はい、そうです。泡盛にカクテル、ハイボール、あとテキーラ、あとビールはスーパードライを用意してます。しかもカップもちょっと周りより大きいカップ使ってますよね。大きかったですね。スーパードライでカップも大きめですよね。何か響きが、はい、カクテルはどういうカクテルを置いてます。カクテルですか。はい、カクテルは人気のカクテル、ベースのカクテル、ジントニック、ジンバック、あとカシスオレンジなど、あと、ああ、でも店頭に言えばオリジナルカクテルもできます。おお、なるほど。はい、ちなみにいくらぐらいで今販売してるんでしょうか。カクテルは500円でご案内してますね。いいですね。
子供向けのオレンジシャーベットもありましたよね。ありましたね、シャーベット。はい、200円ですね。いいですね。200円安いですね。はい、人気です。読谷祭りでもしかしたら一番の人気がオレンジシャーベットです。おー、あ、いいですね。なるほど。じゃあお子様連れの方も連れてぜひブルーパールで一杯召し上がっていただきたいですね。はい、はい、そうですね。はい、はい、スマイルはいくらですか？スマイルはもちろん0円で。ああ、いいですね。ラジオでは伝えられないんですけれども、残念ですね。ぜひブラックパ、あ、ブルーパールに行っていただきたいということで、はいはい、かわいいお姉様が待ってますので、ぜひ飲みに来てください。飲みに来てください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、まあそこでセリムの、はいはい、もう、はい、中継終わりました。はいはい、いいよもう。はいはい、ということで青年部のメンバーでもあるブルーパール紹介いたしました。ということで読谷祭り会場、いろいろな店舗を紹介しております。はい、はい、続きましての中継を今探してるんですけれども、おそらく中継先のハッチーはですね、ビールを飲んでるんですよ。ちょっと飲みすぎじゃないですかね。飲みすぎじゃないですかね。こっちから見えるんですけれども。見えるんですか？はい、見えるんですけれども、おそらく手に持ってるのは携帯とビールじゃないかと思いますよ。携帯をビールしみたいになってますけど。、ビールファル、さっき僕も行ったんですけど、綺麗なお姉さん入れてくれたので。そうなんですよね。すごく美味しかったですね。ラジオで姿はお見せできる、お見せできないんですけれども、一旦行ってもらえればもう可愛いお姉さんが2人います。綺麗な格好をして、あ、もう全然女の子に入れてもらうビールは味が違います。味が違いますよね。で、あの、今舞台の方ではハンジャボだと思います。ジャボすごい頑張ってますね。たくさん人数やってくれてそうなんですよね。子どもたちもこの波平棒っていうのは気迫があってすごい見応えがあって、いろんな方があるんですけれども、はい、皆さんがいろんな方を覚えて、すごい歴史のある棒なんですよ。あ、そうなんですね。去年はハワイまで、あ、そう言ってましたね、棒の演舞で行ってますので。もしもし、もしもし、中継ですか？中継ですか？キャンさん、キャンさん聞こえますか？もしもし、キャンさん聞こえますか？あ、もしもし。はいはい、もしもし。はい、キャンさん。キャンさんは今、はい、どちらにいらっしゃいますか？今ですね、はい、沖縄県の産業祭り会場内にある、はい、商工会フェアリンクリンチ会場に、よりさんその特産品を販売してます。おお、ということで、次の中継は読谷祭り会場ではなく那覇市で産業祭りアリンクニーチからのちょっと中継になります。中継ですね。はい、そうですね。はい、はい、ですね、読谷祭り3日間やってますが、同時開催で沖縄の産業祭りも今開催していまして、はい、そちらの方にもあの読谷村からたくさんの業者が出ています。で、その中でもまた青年部も出展していまして、はいはい、で今ちょっと中継をつながってますが、キャンさん、青年部は誰がどの店を出してるんでしょうか？もしもし、ちょっと聞こえないんです、ごめんなさい。ですね、はい、青年部誰が出展してるんでしたっけ？あ、青年部ですね、青年部の、副部長黒間さんのヨギさんが出展してますので。お、ヨギさん、ヨギさん今いるんですか？ヨギさんは、はい、今ヨギさんに変わりますので、お願いします。お願いします。はい、毎度もしもーし、お疲れ様です。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 どんなですか、産業祭りは今？これあれ応援長ですか？はい、そうですよ。もう始まずっと繋がってますよ。いつもの日曜に言ってもらえないと僕放送禁止言いますよ。ダメダメダメ。盛り上がってますよ。盛り上がってますか？いいですね。天気の方はどうなんですか？さっきまで雲行き怪しかったんですけど、はいはいはい、なんか指だけ悪い、ですね、途切れてしまいましたね。はい、おそらくほっぺたでオフのボタンを押してるんじゃないですか。一応ね、まあということでちょっと今まだつながってはいるんですけど、あ、切れました、切れましたね。ということで産業祭りも産業祭り会場から、天気も良さそうでね、よかったですね。はい、黒間さん何を打っているんですか？それを聞きたかったんですけれどもね。何も伝えきれず、おそらく豚であることは間違いないと思うんですよ。まあそれは間違いないです。読谷のアグー豚であることは間違いないとは思うんですけれども。そうですね。普段はあの豚やプルプル弾いた豚や黒マサということで、あの富山の診療所の向かいの方でね、
もしもし、はいはい、もしもし、もしもし、すいません、はいはい、今日は先ほど雲行き怪しかったんですけど、はい、はい、どうです、あのこの雲なんか読谷の方向に向かってますけど大丈夫ですか、こちら、ちょっとね、3時半頃に豪雨来るらしいです、ちょっと降りそう。なんでさっきまで来なかったんですけど、全部北西に向かってますけど、僕も。やばいですね。なんか100ミリ降るみたい、こっち。今から。100ミリの大雨。こちらは、ホルモントンビさんと、はい、岡谷プロマトさんと、はい、沖縄養蜂さんと、住谷で、ゆびたんさんをアピールしてますよ。素晴らしいですね。今日、黒政は何出してるんですか？今日はですね、早期のマースニーとジャージャー麺出します。おお、早期のマースニー、うまそうですね。ジャージャー麺、豚はどこに行ったんですか？だから早期は豚の早期ですよね。あ、そうか、豚の早期か。そうですね、早期のマースニーっていうのは数値化っていうことですか？数値化ではないですね、煮物なんで。あ、じゃあ液体がある煮物ですかね。早期は、早期そばの麺抜きと思ってください。あー、なるほどなるほど、美味しそうですね。美味しいですよ。ですね、シンプルに塩だけで味付けします。おー、すごいですね。黒マサで食べたことない、まだメニューとして。そうですね、黒マサにはメニューになってるんですけど。あ、あるんですか。あ、雨が降ってきた。外に出るのは今回初めてです。はい、あー、なるほど。だから食べたことないんですね。で、もう一つはジャージャー麺。ジャージャー麺っていうのはどういった、はい、ジャージャー麺は、はい、モンパチのフェスで評判が良かったんで、はい、ちょっと祈ってまた商売してます。ジャージャー麺ってどういった料理ですか？ジャージャー麺はひき肉を、はい、にたけのこと、はいはいはい、椎茸入れて、熊島味噌を使ってですね、ちょっと中華風に仕上げた、はいはいはい、スパゲティの種みたいなもんです。あ、なるほど、美味しそうですね。はいはい、おいし、おいしいんですよね。頑張ってますよ。どうですか、ゆぶたんの方は。今、大雨降り出しました。人がすごい走ってます。目の前で走ってます。いつものゆぶたん祭りになってます。やってきますね。はい。はい。商工会のブースの方も。頑張ってますんで、ゆぶたんの方も頑張ってください。はい、ありがとうございます。頑張ってください。素晴らしいところ、ありがとうございます。ありがとうございます。はいはい、ゆぶたん送ってください。はいはい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけで、はい、今那覇で開催中の沖縄産業祭りから読谷村の物産展を出展している黒政の与儀正さんから中継いただきました。ということでね、読谷祭りも飛び出して、はい、県の方の物産展で、頑張っているということで、皆さんぜひ読谷祭り終わった後には富谷の、ね、黒政にぜひ、ね、例の陶器のマースの陶器を食べに来ていただきたいと思います。黒政にもジャージャンがあるんですか？ないですね。これはですね、裏メニューです。裏メニューです。おそらく注文したら出てくるかなと、麺があれば。なるほど。思いますね。とても美味しいですよ。ピリ辛でひき肉が入って、もう20食ぐらいは自分食べてるんじゃないですかね。20回、1食で20食。20食ぐらいですね。1日5食ぐらい食べました。あ、ですね、本当ね、美味しかったですよね。ビールに合いそうで、なんか。ビールか、ジャージャー麺か。ジャージャーやってました。あ、すごい雨が降り出しましたね。おーとー、すごいね。ちょっと降ってきましたね。おばあちゃんたちも走ってます。一旦 CM でーす。
はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。サンディーバルス読谷祭り特設会場に生中継です。本当大雨すごいですね今。そうなんですよ、降ってきましたね。それでもハンジャボーはやってますね。席は離れないですね。お客様も見てますし、ね、ますね、舞台の方は今大雨降り始めましたがまだまだ続行中です。祭りもね、雨にも負けず、雨にも負けず、はい、そうですね、まだこのぐらいであればそうですね、ちょうど涼しくなったかなっていうような感じですね。あの砂ぼこりが回らない感じで、いい感じに抑えてもらって、うん、まだまだいつもの読谷祭りになりつつあるのかどうなのかということでですね、あの雨が降ってもめげずに読谷祭り開催中です。はい、ということで、ですね、またあの我々青年部ですね、普段いろんな仕事をしつつ、活動しておりますが、はい、あのちょっとね、いいお店があるんですよ、青年部の。ちょっとぜひね、これを紹介したくて、はいはいはい、今日来ていただいている方がいるんですけど、はいはい、リョンさん、ちょっとぜひお店を紹介していただけないでしょうか。はいはい、僕のお店はですね、今読谷の古着にあるイオンタウン の、はい、あの並びにこう、ま、マックスバリューとかパン屋さんとかあるんですけど、はい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 、そこの並びに、はい、今、はい、心身堂っていう整骨院をやらさせてもらってて、はいはいはい、保険が効いた上で痛みが取れるっていう。安心ですね。安心です。もう、はい、1回目も初回だけ初診で1200円なんですけど、その後500円でずっと治療ができるっていう。あ、いいですね。1回500円、2回目以降、はい、1回500円、すごいですね。どういった種類の整骨、整骨院っていうのは自分行ったことないので、はい、どういったことをやってくれるのかっていうのも、そうですよね、はい、分からないので、例えば、まあ、スポーツしてる子だと足捻挫したとかでも、はい、まあ、大丈夫ですし、うん、なるほど、だって朝起きたら首が痛いとか、はい、腰が痛い、ぎっくり腰したとか、はいはいはい、もう手がちょっとピリピリする神経痛かなとか、はい、鍼灸治療っていうのもやってるので、針ですね、あのそう指では届かないところに針がチクッと刺さるんですよね、怖、はい、でもちょっとね、保険も効くっていうことで、ね、もちろんそうですね、安心して、はい、ね、さっきのあの捻挫とか腰痛とかってね、そうそうそう、もう誰がでもね抱えるものなんで、そう、整骨院は、ね、骨折でも一応治療ができるんですよね。あ、そうなの。骨折はめたり、脱臼はめたりもできるんですよ。おお、すごい、すごい。その辺はみんなあんま認知がないんですけど、はいはい、結構しっかりできるので、あ、そこも頼ってもらえたらな、今後はって思うんですけど。そうですね、はい、まあ、マックスバリューのね、あの敷地内にあるということで、捻挫した子供ね、そうですね、見せながら、じゃあ今日の夕飯何しようかなみたいな、そう、話でも全然いいです、ね、構えながらちょっと宝くじ買いに行こうかなっていう感じについでに来てもらっても全然構わないですし、ね、ぜひ一度足を運んでもらえたらなと。オレンジの看板が目印なので、オレンジの看板ね、はい、マックスバリューナイテ、マックスナイテ新進堂よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、あのね、実際今本当によくありがちな腰痛とかってね、多いですし、まあ今日読谷祭りということで、今日終わったらまた皆さんね、いろいろ片付けとかもあると思うんで、そうですね、明日とかはね、もう本当に疲労困憊で、明日足パンパンの予約いっぱいかもしれないですね。もう明日の予約今日で埋めときましょうかね。そうですね、今あの本人いるんで、ぜひここに予約しに来てください。本当にね、多分いろいろ疲れ溜まってる、もうこの秋口ってね、運動会やったり、そうですね、いろいろ行事もたくさんあるんで、そういう疲れを癒しにぜひぜひ、あの那覇マラソンもあるので、それの準備にも来てもらったらいいかなと。そうですね、はい、じゃあお店の名前もう一度、イオンタワーにも新進堂新旧整骨院って言います。オレンジの看板は目印なので、一度、まあ、パンフレットも置いてますので、はい、一度足を運んでもらえたらなと思います。よろしくお願いします。はい、電話番号とかもあるんですか。あります。電話番号は098-956-8654、はい、956-8654ですかね、はい。じゃあね、この祭り疲れたらもうすぐ電話予約、すぐ電話予約してもらったら、はい、お待ちしておりますので、はい、よろしくお願いします。今もやってますので。あ、今もやってます。はい、やってます。あ、ちなみに休みとか。休みがほとんどないです。あ、休みなし。何時から何時まで。朝10時から夜の8時までやってます。夜の8時まで。いいね、仕事終わりでも来れます。ね、いけるね、はい、いいね、いいね、いいね。よろしくお願いします。はい、皆さんお待ちしておりますので、はい、ぜひよろしくお願いします。お願いします。さあ、読谷祭り会場、雨の中でもどんどんどん、あ、どんどんというか、まだ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 続いております。ちょっとやんできたんですね。ちょっとやんできたんですかね。人の歩きがゆっくりになってますね。テントが出てくる人が増えてきました ね、 ステージもちょっと短くしてますね。それではちょっと八峰さんに中継つないでみましょうかね。はい、もしもし、八が歌ってるのかな。ですね、もしもし、はいはいはい、今八です。はい、どうも、今どちらですか。今ハワイにいます。ハワイ祭りハワイにいます今。アロハ
アロハ、あ、間違えました。あ、どこです？アップルメリア沖縄を経営している佐竹真嗣さんのところにいます。あ、間違えました、すいません。これは何屋さんですか？じゃあ詳しいことは佐竹さんに変わりますね。はい、はい、お願いします。どうも、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。佐竹さん、お店の名前何でしたっけ？お店の名前はカフェプルメリアです。あ、普段はどこにあるんでしたっけ？普段は、カデナージレン近く、ソベにあります。はい。はい、ソベにあります。ソベの、食いしん坊という食堂の隣になります。はいはいはい、ああ、はい。六甲線沿いですね。わかりやすい場所です。はい、普段は何を販売しているところなんですか？普段はですね、カフェとついてるんですが、スイーツが今は主でして、はい。シェーバイスですね、かき氷を、かき氷。はい。そういったものと。あと、ガーリックシュリンプとかですね。はい。ガーリックチキン、そういったものを出しております。今回の読谷祭りではどういうものを出してるんですか？今回はですね、はい、シェーブアイスメイン、あとお酒とかですね、はい、ソフトドリンクをメインで出してます。はい、ああいいですね。なんか佐竹さんのところのかき氷はなんか他のところと全然違うって聞いたんですけど。そうですね、かなりふわふわにちょっと作ってまして、はいはい、あと今日は出店の方では出してないんですけど、はい、氷の方から自分たちで作ってですね。お、氷からですか？はい、かなり個性的な、こだわってますね、かき氷、こだわりの、はい、氷になってますね。じゃあ氷からこだわってふわふわのかき氷作ってるということで、はい、そうです。今日は一番、はい、読谷祭り3日間暑いためにかなり行列できました。そうですよね。先ほど自分も食べてますけど、はい、氷が売り切れで大変でしたけど、はいはい、青年部メンバーとかいろいろ手伝いもありまして、なんとか。いえいえ、ハッチが邪魔してないですか？あー、もう大丈夫です。大丈夫ですか？手伝ってもらって。あー、そうです。はい、ありがとうございます。普段もなんかこういう感じで祭りとかも出展したりしてるんですか？そうですね、先日行われたザキミグスク通りふれあい祭りの方に出展しまして、はいはい、で、ちょっと前にありました読谷生協主催の読谷村の演出大会、はいはいはい、そちらの方でも出展して、はい、かなりお客さん来ていただいて、はい、その結果お店の方までお客様が来ていただくという常連さんできたりとか。いい感じですね。はい、で外国人のお客様もかなり多くてですね、はいはい、特にフォルメリアレインボーというアメリカチックな、はいはいはい、デバイスはすごい外国人の方に人気です、ね。そうですね、見た目もね結構カラフルで、そうそうそう、フルーツもたくさんトッピングされて美味しそうですよね、はい、本当に子供が喜びそうな、そうですね、はい、観光協会の地蔵さんが大好きな一品になってます。そうですね、なんか仕事しないでよく食べに行ってるっていう大好きですからね、甘いの大好きですよ。言ってるとか言ってないとか本人が聞いてたら分かりそうな、はいまあはい、佐竹さん、このプルメリア沖縄以外にも何かやってるということで情報キャッチしたんですけど。そうですね、ザキミ城の前の方で、はい、琉球賞、菓子賞のお店琉装一番を経営しております。はい、おそれはどういうことを菓子賞、はい、主に観光客の方とか、はい、婚礼のお客様がそうなんですけど、はいはい、沖縄の衣装ですね、瓶型着物を着ていただいて、ザキミ城を歩いて楽しんでいただきながら写真を撮るというプランになってますね。いいですね。いいですね。はい。そのザキミ城を、ね、写真撮りながら、またその後はプルメリアに行って美味しいかき氷も食べれるということを紹介しながら。はい、いい感じですね。そういうコースもありそうですね。そうですね。はい、今日ちょっと今から祭りの方はちょっと天気が崩れそうなんですけど、はい。はい、まだまだお客さんは今から集まってくると思いますので、そうですね、はい、ハッチに邪魔されてもめげずに頑張ってください。はい、それでは、ハッチに被ります。はい、もしもし、ということです。切りましょうか。はい、そうですね、はい、プレメリア沖縄さんから中継でした。はい、はい、ということで読谷祭りですね、まあ、雨にも負けず頑張ってます。第40回読谷祭り特別番組、この時間は有限会社東酒造、つたや読谷店、株式会社大成ホーム、癒し堂介護予防ケアアカデミー、株式会社コスミック、オリオンビール株式会社、 JA 沖縄読谷支店、一般社団法人読谷村観光協会、読谷村商工会、ミセスリビング、大光五円、オーシャンズピザ、株式会社紅葉電子、スーツアートワークス、
読谷祭り実行委員会でお送りしておりますしました。お送りしましたということで、読谷祭り、ね、会場もでちょっと雨の方が本当にちょこちょこ降り出してましたね、まだね、ということでなんですけど、まあね、舞台の方もちょっと今整備してまして、まだ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 祭りは続いていきます、はい、まだ夜までありますから、はい、そうですね、はい、この FM 読谷のこの中継の方も、夜の9時の花火までずっと続くということですので、ネットの方も配信しているということですので、もし遠くの来れない方はこのユーストリームを見ながら、行った気持ちになりつつ、はい、またね、もし雨がねちょっと降ってどうなるかわからないですけど、読谷祭り頑張ってますので、これからまだまだ遊びに来てください。というわけでサンデーインパルス読谷祭り会場からお送りしました。本日担当のてっぺいとアメテクとリョアムでした。さようなら。さようなら。